皆さんどうも、ゆっくり霊夢です。今回もよろしくね、ゆっくり魔理沙だぜ。イラン戦に敗戦してから数日経ったけど、まだ落ち込んでいる人は多いかもしれない。私も落ち込んでいます。心にぽっかり穴が開いたような感じがしています。森保一監督率いる日本代表は、2月3日にカタールで行われたアジアカップの準々決勝でイランに1対2で敗れ、誰も予想をしたくなかった無念のベスト8敗退となった。イラン戦敗戦の原因は何が考えられますか？まず一つは後半に入って、森保監督はトップ下の久保建英をベンチに下げて、それ以降、ろくに攻撃を作り出すことができなかったこと。交代策は完全に裏目に出たよね。攻撃ができなくなったことで、守備の負担が増しましたからね。もう一つ、森保監督はセンターバックの板倉滉を変えるべきだったが、何の手も打てなかった。バーレーン戦での怪我から不調は明らか。早い時間でイエローも食らったのもあるだろうけど。交代策のミスは、森保監督本人が認めているほどですからね。イラン戦は監督の采配の差がすごく現れた試合だったね。これについては森田も、どうすればよかったのかははっきりわからない。考えすぎてパンクというか、もっとアドバイスとか、外からこうした方がいいとか、チームとしてこういうことを徹底しようとかが欲しい。チームとしての徹底度が足りなくて試合展開を握られるということがゼロではないし、この大会でも少なからずあった。ボランチとして、プレイヤーとして、チームのために考えないといけないし、その思考は止めないけど、そこの決定権が僕にある必要はないのかなと思う。あくまで僕は最後の微調整だけでいいのかなと。になっているものを重荷には感じないけど、もっと欲しい。と、試合後にコメントを残している。劣勢の展開の中でもっとベンチからの明確な指示があってもよかったのではないでしょうか。そうだね。森保監督の采配にはネットからも疑問が残っているけど、韓国メディアは違う視点から言及している。最強の優勝候補であった日本だが、蓋を開けてみれば抜け穴だらけだったのだ。まさに期待外れのパフォーマンス。初戦のベトナム戦は4得点を挙げるも2失点を許すよもやの内容で、続くイラク戦にも1対2で敗れる衝撃の黒星。その後インドネシアとバーレーンに連勝して上昇の気配を見せたものの、アジア屈指の強豪であるイランに競り負けて早期敗退を余儀なくされた。森保はじめ監督は鎌田大地や古橋強吾といった選手を選ばず、あえて怪我を負っていた三笘をメンバーに選んだ。満を持してラウンド16と準々決勝の両方に交代で出場したが、結果的に対して活躍できなかった。エースとして期待された久保建英が低調な出来に終わり、もう一人の攻撃のエンジンとなるはずだった三笘もチームを助けられず、日本の攻撃力は著しく低下したのである。なるほど。そもそものメンバー選考にも問題があったということですね。戦力になりそうでありながら呼ばれなかった選手もいる。確かな実力を持つも日本代表に呼ばれなかった選手がいてくれたら、そんな結果になったのも事実だね。では、いてくれたら良かった選手を考えてみようか。個人的には田中碧にはいて欲しかったと思います。それはみんな思ってそうだね。田中碧は2021年10月のカタールワールドカップアジア最終予選での大活躍を機に、日本代表に定着し、長くチームを支えてきたが、AFC アジアカップカタール2023のメンバーには選ばれなかった。直近の親善試合でコンスタントにゴールを決めるなど活躍は十分だっただけに、この落選に驚いた人は多かったはずだ。なんで今回のメンバーから田中碧を外したんでしょうかね？森保監督は1日に行われたアジア杯メンバー発表会見の場で田中を外した理由について明言を避けている。一部ドイツメディアは、田中は以前よりフォルトゥナ・デュッセルドルフからのステップアップを目指しているため、混沌の移籍をスムーズに進めるべくクラブに残ったと推測している。しかし、今のところそんな情報もなく、という感じですね。もちろん、単純に実力面で落選した可能性も否定はできない。相手のマークをかいくぐってタイミングよく前線に顔を出すクレバーな動きとボランチらしからぬゴールへの嗅覚。決定力などは魅力だが、守備面での強度やビルドアップの精度に関しては物足りなさがあった。でも、今大会の日本代表ボランチ陣は層が厚いとは言えませんでした。佐野海舟と旗手怜央は代表での経験値が浅く、遠藤航と森田秀正をなかなか変えられない状況となってしまいました。旗手は怪我しちゃいましたし。田中不在のままアジアカップを迎えると、森保ジャパンは思わぬ苦戦を強いられたよね。14日のベトナム戦では一時はリード許した末に4対2で勝ち、19日のイラク戦は1対2で敗戦。するとネット上には、にわかに、田中碧さん、やっぱり日本代表に必要だった説。などの声が上がっていた。確かに引いた相手に対して田中のミドルシュートは威力を発揮することが考えられ、
またボランチでありながら神出鬼没にゴール前に顔を出すプレイスタイルは相手にとって脅威となっていたかもです。本当遺跡の可能性が影響したか定かではないが、そうではなかったとしたら、経験値があり森田や遠藤とは違う特徴を持つ田中は読んでおくべきだったのではないかな。やっぱり田中碧は必要でしたね。あと、個人的にはベテラン勢を読んでおくべきだったと思うんだ。やっぱりこういう大会では戦い方やメンタルの維持など、精神的支柱となるベテランがいたら違ったんじゃないかな。ワールドカップの川口義勝、川島英二が第3ゴールキーパーとしていたこと、また本田圭佑や牧野智明がロシアワールドカップでベンチから鼓舞したこと。今回こういったことをしてくれるベテランがいなかったよね。確かにそうですね。ベテランはやはり必要でしたか。実際冨安も、初戦のベトナム戦を、メンタル的な緩さはあったと思う。それが初戦の難しさなのか、プレッシャーなのか、緊張なのかは選手それぞれ違うと思うけど、そういったところを経験ある選手、キャップ数のある選手が締めろよというのは伝えないといけない。と、語るなどベテランについて語っている部分があったんだ。実際どこにベテラン枠の選手を選ぶべきでしたか？第3ゴールキーパーとして呼ばれた野沢大志ブランドンのところにベテランを入れるべきだったと思う。今大会1回もベンチ入りしませんでしたからね。確かにここはベテランにするべきだったかもしれません。では、実際誰を呼ぶべきでしたかね？浦和レッズの西川周作かな。現在37歳と大ベテランの域にいる西川周作だが、そのプレイから衰えは感じられず、むしろ凄みを増し続けている。決定機を阻止するセービング能力はもちろん、状況を一気に変える左足の高精度キックは目を見張るものがあるよね。昨季は J リーグベスト11にも選出されましたしね。大迫圭介が負傷中、シュミット・ダニエルが今冬に移籍、中村浩介が怪我から復帰したばかりということもあって、今大会のゴールキーパー陣は鈴木財音、前川大也、野沢大志ブランドンという顔ぶれになった。特に鈴木と野沢は若く、特大のポテンシャルを秘めた存在だが、いずれも代表キャップ数が2桁未満で、経験値という意味では不安が残る陣容となった。ザイオンのメンタルが少し心配でしたが、ここに精神的支柱がいれば、ザイオンも何か変わっていたかもしれません。さっき言った通り、これまでの国際大会におけるゴールキーパーメンバーの中には、必ずと言っていいほどピッチ内外で精神的支柱となれるベテランがいた。そういった意味では、今大会も第3ゴールキーパーにベテラン枠を設けてもよかったのではないか。特に西川は日本代表経験も豊富で、今なおバリバリにプレイしており、精神的支柱としても単純な戦力としてもうってつけの存在だったはず。西川でなくても、第3ゴールキーパーはベテラン選手を選んでおくべきでしたね。ポジションは違うけど、ベテランという意味では大迫勇也を選ぶことも良かったかもしれない。昨季は主力としてリーグ戦22ゴールと大暴れし、ヴィッセル神戸を史上初の優勝へと導いた。また、ベスト11、J リーグ MVP と個人賞も総なめとしており、改めて半端ないフォワードであることを証明した。大迫が収めてくれれば、というプレーがいっぱいありました。いずれにしても森保監督は大会前からすでに采配を間違えていたのかもしれない。そうですね。すぐにワールドカップの予選も始まりますから、しっかり対策してほしいですね。今回のアジアカップは非常に残念な結果になってしまった。しかし森保ジャパンは今後も続く。我々は日本代表を信じて応援するのみ。今後の日本代表に注目しておこう。もしよかったらチャンネル登録よろしくお願いします。コメントやいいね、励みになるぜ。